今日は、ソニー α7S3 のテストをしています。散歩的 Vlog です。 S ログで撮っています。久しぶりにね、世田谷公園というところに来ています。いやー寒い、ちょっと寒いですね。釣りをしてしまったのでちょっと寒いです。ちょっと公園内は人が多いので撮影を避けようと思います。公園外を回っていきたいと思います。いやー、Sログ3で撮っていますが、どんな設定で、どんなような絵が出てくるのか非常に楽しみです。Sログ3で撮っているので、このカラーグレードとかしなきゃいけないんですが、グレードにとしてはこれをしなきゃいけないと思いますが、いやいやいや、バリアングルモニターがめちゃくちゃ便利。ちょっとこう自分から話すとこんな感じになります、今は 12mm、24mm の F2.8 Gマスターレンズをつけています。それで、ND フィルターをつけています。なんて ND フィルターか忘れちゃったんですが、ちょっと概要欄に貼っておきますが、センサーの前につくフィルターなので、この超広角の、これも干渉せず、干渉せかな、ND をつけることができます。逆光はちょっと飛びますかね。そう、こんな感じでやっぱり ISO が1250とか出るんで、ノイズ感がどんな感じなのか、出るのか気になっていますが、いやーでもめちゃくちゃ綺麗ですね、きっと。で、開放でこうやって撮れるっていうのがすごいよね。声が取れてるのか不安ですが、めちゃくちゃ天気がいい。くったま出るゴーストが、フレアがちょっと演出してますね。しっかり基本的に僕はいつも冬になるとマスクつけているので、特にあんまりこの季節は気にしないですが、夏は辛かったですね。ここに自衛隊病院があります。ここはね、桜が咲くと非常に綺麗なところですね。そろそろ自撮りじゃなくて逆側を向かしてみようと思います。ベースボ
ース楽しんでる人、スケボー楽しんでる人、いいですね。こうやって体を動かして免疫を高めるのは非常に大事だと僕は思います。ちなみにアクティブ手ブレ補正というものを使っていて、12ミリ側なので、画角がちょっと狭くなってます。14ミリとか15ミリぐらいになっちゃうのかな。だけど全然手ブレしてない気がします。マジで車椅子ユーザーにこのアクティブ手ブレ補正は最強にヌルヌルした絵が撮れるんじゃないかなと思ってます。さすがに縦揺れにはちょっと弱いかもしれないですが、結構横揺れはこうやって三脚に乗せて、膝の上に乗せてちょっと固定しながらやってるんですが、だいぶ手ブレしてない気がしていますが、どうかな。さすがにちょっと揺れるな。平坦な道を行きたいですね。画面を見たところそんなに手ぶれしてないようには見えますが、ちょっと大きな画面で見たらどうなるか分かんないですが、アクティブ手ぶれ補正がめっちゃ効いてる気がします。ピザ食いたいな、久しぶりに。最近ピザ食べてないんで。通行人には気をつけながら撮影しないとあれですね。何の気をつけたらよくわかんないし、前も見てないとね、危ないんでね。ちょうど今、交番前に戻ってきました。では、ゴーグル使用ないみたいな水平リモートっていうのが、これに搭載されたら最強かもしれないですね。iPhone の 2.8 ぐらいだとやっぱりかなり後ろが動きますね。ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。こういっていろんなところに行って撮影していきたいなと思います。ありがとうございます。じゃあ